Good morning. おはようございます。いや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 、お久しぶりです。もうこの教会呼ばれてから30年近くなりますよね。その頃は僕は42歳、今年のこの9月27日で72歳。この美形の体、この美形の体、この止めてくんない、この美形の体、ねえ、週に5回はトレーニング、腹筋毎回1800回やめずにやってますよ。言葉は音色、体は楽器、言葉の音色を奏でるためには楽器をチューンアップ。はい、ナルシストです。自分のこと大好きです。今日も鏡で見て、アーサー素敵ねって自分で自分を褒めてました。あんたたちは褒めてねえの？私の目にはあなたは高価で尊い。私はお前を愛している。あなたは価値あるもの。あなたはプレシャス、特別、スペシャル、そして愛されているんです。これは聖書のメッセージです。ですから、愛されてないと思っている人、あなたを愛している方がいるんです。その方は天と地を創造し、この宇宙を作り、私たちをこの土、アダマから人、アダムを創造し、陶器師が陶器を粘土で練るように、私たちを神のイメージに形取ってデザインメイクし、息吹を吹き込み、私たちは命あるものとなったと。ですから、あなたは命を与えられてるんです。命を授かってるんです。そしてあなたは神のイメージに形取られて作られているということは、神はいろんなものを創造したけど、あなたは神に似せてデザインメイクされた大いなる存在の傑作。かっちょいい。マスターピース。お前ら聞いてんのか？ねえ、大阪やろここ。もうちょっと感情出せや。すいません、出身地大阪市西成区積橋で8丁目5番地です。はい、なにわのブルックリン、ヤクザのエルサレム、下品な人たちが多い場所、その中で育ちました。今日の聖書の箇所はそういう意味ではね、西成を思い出させる箇所なんだよね。あの魂のロッカージーザスがね、ここに出てきますけど、主税人や罪人たちが、そして大阪の西成には罪人いっぱいいます。あの俺は罪人だと認めてるやつはいっぱいいます。もう犯罪者、薬中、ポン中、まあ同じだけどね、アル中、そしてもうどっからから家から出て西成に住み着いているホームレス状態のような人たちもいっぱいいるわけですけど、主税人や罪人たちがね、イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたって、ね、どれだけの人はあの教会に行って教会の聖書の話を聞きたいか、どれぐらいの人が聞きたいかと思うと、案外今の日本の教会見てみるとね、6000、7000でしょうか。平均人数30人、ここは恵まれてますよ。でも聖書の話聞きたいってやってくる人たちはどれぐらいいるか。イエスの話を聞きたいって罪人たちが集まってきたっていうところが注目の的ですよね。罪人たちって結構世の中を知ってるやつらです。いい人間になりたいけどなれないやつら、ね、理想と現実の狭間で理想に到達できない、生きを目指すんだけど結局野暮な人間だと自覚する。日本の美学ってやっぱり生きじゃないですか、ね、生きって理想主義的、非現実、非現実だけど理想、理想だけど非現実、何が何だか分かんない言葉、日本人の言葉ってややこしいよね。生きっていうのはまさに俺たちが映画で見る、ね、その完全懲悪の中の主人公とか、またヤクザ映画では一匹狼的な組織に群がらないようなやつとか、強い、優しい、もうまさに義理と人情の源、弱気を助け強気をくじく、そういうような理想主義的、非現実、非現実だけど理想、その息の高値を求めて生きようとするんだけど、求めれば求めるほど
俺は野暮な人間だなって教えられるその息の高根、俺は息だよって言ったら息がってるで、それは野暮になるんですね。ややこしいよな。だから息というともこれは神の領域ですよね。ジーザスは息の源なんですよね。野暮な人間がこの粋な方に惚れちゃうほど引きつけるものを持ってるということですよね。でこれがジーザスの魅力ですよ。俺ら西成に住んでたら、ね、僕はあの春日ハノイという大衆食堂を営んでるおじいちゃんおばあちゃんによって育てられたんだけど、おばあちゃんはね3回結婚してるわけですね。一番最初の京ちゃんが愛してやまないその人だったわけですけど、結核で亡くなってその弟と結婚して、その間に僕のおじさん竹和兄ちゃんを産んで兵庫県の尼崎で個人タクシーの運転手してたんですね。つい最近亡くなって天に凱旋しましたけど、その京ちゃん一番最初の旦那さんとの間に生まれたのが僕の母親なんですよね。そしてその2番目のその竹和兄ちゃんのお父さんとはうまくいかなくて別れて、3番目流れて、おばあちゃんは四国出身でもう小さい頃からでっち奉公してた人ですけど、その西成の喜楽っていう飲み屋で働くようになった、今風に言うとね昭和チックなね、キャバクラなのかもしれないけど、喜楽という提灯がぶら下がって真っ赤な提灯なんだけど、そこで飲み屋でお酒をついでた、ね、人だったわけですね。そこで林さんに出会ったわけですね。林さんは海軍の料理長で、その春日羽野という大衆食堂、春の日と書くんですけど、大衆食堂のまさに店長っていうかボスなわけですよ。そこで2人愛し合って結婚するようになったわけですね。でも母親はやっぱりね3人の父親がいて、そして、お母さんは再婚するんだけど自分はなかなか親父と馴染めない、よく難波のダンスホールで、ダンスを踊ってたんですね。僕の母親は貞子って言うんですけど、ちょうど朝鮮戦争の頃親父は19歳の若さで海兵隊に志願してアメリカから朝鮮半島で戦ってたんだけど、戦友が亡くなるからね、その亡くなった心の傷を鬱憤払いたいんで難波のダンスホールに出かけてダンスを踊っていろんなネガティブなことを吹き飛ばしたかったんでしょうね。そこで僕の母親に出会うわけですよね。彼女は英語を話せない、親父は日本語を話せない、しかし愛にはラングジがいらない、目と目があったらビンビンバンバンビビンババババンバボッバッバッと燃えたわけですね。そして結婚したいという思いに駆られて、私の母親は私の祖母と祖父、その彼女のお父さんお母さんに言いましたよ。お母ちゃん、あの海兵隊の兵士と結婚していいかな、あんたアホか、日本人海兵隊生で食べる、あかんって言われたわけですよね。なんで海兵隊アメリカ人日本で生で食べなあかんね、ビビンバじゃあるまいし、GI アメリカ人とんでもない、世間体悪くなる、やめとけ、そしてやめとけと言われると母親もっとやるタイプだって、出身地は大阪市西成区住み場所で8丁目5番地、家を飛び出し駆け落ち結婚、当時海兵隊では第2番目の結婚し、そして彼らは4人の子供を設け、その長男として生まれたのがここにいる彼らの愛の結晶、ハンサムなハンサムなハンサムな止めてくんない、ハンサムなアーサーホーランです、よろしくお願いします。小さい頃よく言われましたよ、愛の子愛の子愛の子、そりゃそうや、お互い愛し合ってできた子供愛の子や、何がおかしいんやってやってました。おばあちゃん愛の子ってどういう意味やねんって聞いたら、正幸って、ここややこしいんだけど俺の日本名岡田正幸って言うんだよ。岡田真澄とは何の関わりもないけど、ほとんど最近岡田真澄って言ってもみんな何言ってるかさっぱりわかんない、大体俺の年代の人しかわからないんだよね。今の若者は後でおばあちゃんに聞いてね、この岡田正幸、まーちゃん、まーちって呼ばれたわけですね。正幸、愛の子いうのはな、愛されてる子供やいう意味やって言ってくれたわけ。さすがおばあちゃん、伊達に顔にしわつけてない。あのしわは人生の年輪。おばあちゃんも人生いろいろ島倉千代子。山あり谷あり。あの差別用語をあんたは愛されているやでって言ってくれた。一言私たちが語る言葉は人を慰め励まし、一言語る言葉が
人を自殺に追いやってしまう。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにすると、この詩編の歌人は歌っている。ですから親切な言葉って大切。今から思うと、あのおばあちゃんの言葉は神がかかってた。私の目にはお前は高価で尊い、私はお前を愛しているという言葉をね、30代になった時に聞いた時に、あのおばあちゃんのあんたは愛されているんやでって言った言葉は、預言者のごとく俺の心にストーンと入ったわけですよね。だから面白いことにね、年を取ってからジーゼスに出会って、そしていろんな聖書の言葉を聞いて、心の中でスピリットを感じる時に、あの小さい時にもイエス様はいろんな人を通して自分に語りかけてくれていたんだなということを俺たちは気づかされるんだよね。幼稚園、ミッション系の幼稚園だった、あそこで賛美歌歌った時、あの学校の校門であるおばさんが教会の人で紙芝居を見せてくれた時、あの時も神様は自分に近寄ってきてくれてたんだなということが全部腑に落ちるようになる。だから今日に始まったことじゃなくて、アルファでありオメガであり、始めであり終わりであり、昨日も今日もとこしえに変わることのない魂のロッカー、ジーザスは俺たちのことを知っているんですよ。母の体内の中で編み上げてくださった存在、息吹を与えてくださっている存在、あなたのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、先祖を創造してくださった存在、天地万物を創造し、人類の一番初めのアダムとエヴァを創造してくれた存在ですから、私たちのまさにセルフイメージの源、この方の名は I am、 私はあるという方、この方に出会うと I am、 私も存在すると言える、 I am という存在が誠の神。人間は神に名をつけようとするけど、名前つけられないような存在が大いなる存在、アルファでありオメガとも言う、糸高き方とも言う、隠れ場とも言う、そして砦とも言う、私たちの盾とも言う。聖書の中に神を表現するときに、あらゆる言葉を並べて隠喩的に比喩的に、神様ってこういう存在だって説明するけど、無限な存在を、有限な私たちは言葉では説明できない、そのような存在、その存在が天と地を創造し、そして神はこの天を通して神の栄光を告げ知らせ、大空は神の御手の技を指し示している。聖書の一番最初の言葉が In the beginning God created heaven and earth、 発音いいでしょ、ハーフだから当たり前だよ。You understand? ガソリンスタンド、電気スタンド、読売新聞さん、ここ笑うところだよ。大阪に来てんだから、大阪の吉本興業のギャグ言わせろよ。神は天と地を創造したんだと。神は言葉の筆によって、ね、この混沌とした闇に光割れって言ったら、ババ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 ーン、光があった。宇宙ができた、銀河系ができた、そして惑星ができた、地球ができた、海と陸を神様は分かれさせた。そして植物を芽生え始めた。そして魚が生まれ始めた。神は全ての命の源。そしてこの土から神は人アダムを創造した。アダマというのが土、アダムというのが人。人は土から生まれ土に帰るとあるけど、自然のこの一部から神は人を神のイメージに形取ってデザインメイクし、息吹を与え人は命あるものとなったというんです。だからヨハネの福音書の一番最初に、ヨハネは初めに言葉があった、これはロゴスとも言いますけど、この言葉が宇宙に秩序を与えているんだと。だからあの聖書の創世記の一章の一節から三節、初めに神は天と地を創造した、地は亡木であり形がなく、闇が大水の上にあり、神の霊がその上を動いていた、神は仰せられた、光あれ、すると光があった。要するに
この天地創造の始めはカオスだったんです。混沌とした闇だったんです。でもこの創世記の一章は私たちの心も指しているんです。私たちも神を見失っていると心がカオスなんです。心に秩序がない混沌とした闇が覆うんです。そこに神が光をあれ、ジーザスがこの地上に来た時に、そしてジーザスは言葉が人になった方です。神は光をあれと語ったけど、ヨハネの福音書に初めに言葉があった。言葉がこの宇宙、神の言葉がこの世界を作り、この言葉がバランスと秩序を保っている。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方は初めに神と共におられ、すべてのものはこの方によって作られた。すべてのものですよ。アメリカ人も日本人もキャベジンも人参も笑うところ、すべての人を照らすまことの光を世に来ようとした。世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らずに闇を愛した。ジーザスは、私は世の光ですと言った。光をあれと聖書の中にあるように、私こそその光をあれと語った方とつながっている、私こそ創造者なる神でもあるんだよって言ってるわけですよ。そしてあなたの混沌とした闇に天地創造を光で作って、秩序を与え命を芽生えさせた神は、あなたの心に今日闇の心に光をもたらし、命みなぎらせる心を与えてくださるんだよって言ってるわけですよね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられ、すべてのものはこの方によって作られ作られたものの中で、この方によらずにできたものは何一つなかった。この方に命があった、この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇は光に打ち勝つことができなかった。ジーザスは、私は世の光です、私に従う者は闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。人間には光が必要なんです。人間には命が必要なんです。人間には希望が必要なんです。人間の心は神から離れると混沌とした闇になってしまう。罪というのは古代ギリシャのアーチェリーの言葉から来ていて、的を目指して弓矢を放つ、ど真ん中にターゲットに的中すれば当たりです。しかしそこから1センチでも1メートルでも外れると、1センチ罪、1メートル罪と言った。罪というのは的外れという意味です。聖書が罪という言葉を使うときに、この本質なる存在から外れて生きているんだよ。そして罪がもたらす結果は死です。結局死というのは秩序がない状況を言います。闇を指しています。命がない状況です。罪がもたらすのはまさに秩序から離れて混沌とした生活を私たちはしてしまうんだよってことです。俺は西成に住んでて混沌とした闇で暮らしてる人たちをいっぱい見てきました。ですからある意味でヤクザのエルサレム、罪人たちが群がって、聖書の中にある唯一殺人者、いろんな人たちが裁かれず逃れる場所、逃れの場所というのが聖書の中にあるけど、西成だと俺は思いました。逃れの場所、逃れてくる場所が西成なんですよ。そこでおじいちゃんおばあちゃんは春日歯の日という食堂を営んでたんですよ。だこのレストランに、ね、いろんなお客さんが来る。俺は小学校は城西学園という玉造りにあったミッションスクールに行ったんです。家は創学会南明法演劇を、学校に行ったらアベマリア、ね、どっちが本間の神か分からへんわって。で結局俺の2年先輩が和田明子ですよ、ね、この玉造りの城西学園。そしてその西成の春日レストランにはいろんなお客さんが来る。俺学校ではホーラト君はいつもキョロキョロして落ち着きがないと通信簿に書かれてました。だから性格多動症なんでしょうね。じっとしてないってこう絶えず動く。そういう意味ではここの先生とまるっきり俺は同じだと思います。
だからきっと気が合うんだろうなと思うんだよね。あうんの呼吸でね、もう言うは易く行うはがたし、もうでももう分かんなくても行えっていうね、実践派ですよね。そういう意味ではこの教会不思議なミッションいっぱいやってますよね。えその先生の宝刀息子の時代で養った神学校じゃない世間学、ね、え常識学、それをいかにかいくぐりながら、ね、金儲けしようかというしたたかな考えを長い間ずっと宝刀の生活の中で養ってきた先生、神学校に行かなくてよかった ねえ。逆にシャバでの人間学を学んだわけだよね。だから俺はよく言うの、牧師先生にあんまり神学勉強するのは元から頭悪いんだろあんたたちってね、頭悪いのになんで教養のある話をしようとする偽善者になっちゃうよって。頭悪いなら俺とか先生みたいに頭悪いなりにね、ジーゼス語れば頭悪いやつがどんどん集まってくる。ほれ見てみろこの教会ね、ルイは友を呼ぶって、みんな賢くなりすぎてんだよ、かっこつけすぎてんだよ。逆に野暮な方が生きに近いのかも分かんない。トラさんってあれ野暮に見えるけど、あの監督は彼こそ生きな存在ってわけ分かんない。彼こそ生きな存在だとね、え必ずマドンナとは一つにならない、その愛の緊張感を保ち続ける、それが生きの美学で大切なんだって、わけわかんない美学。でもね、人間学を学ぶことが人間を作った神のことを知ることにつながるんです。逆に光は眩しすぎるけど影は誰にでも許容し分かりやすい。でも影が見えるっていうことは、影が濃いければ濃いほど俺の心はこの影のように暗いんだと思うんだけど、影があるってことは俺の背後に光があるんだって気づける。やばいぜベイビー、闇は光のうちに輝いている、闇はね光に打ち勝つことはできなかった。だから正しいところに向かおうとするけど、向かえば向かうほど俺は正しくない。10回なんか守れるやつはいない。10回をに613のルールをパリサイ人と立法学者は作った。そして彼らは守ろうとした、守ろうとしながら自分は守れないんだと気づかなかった。これが彼らの問題ですよ。だから宗教熱心な人って気持ち悪いのはね、自分が罪人なのに罪人じゃないと思い込んでる。そして行いによって良いことしてるから自分は神様に気になれてると思ってるんだけど、そういうやつって大体気持ち悪いやつが多いんですよ。もうのっぺらぼうバンパイアン、血吸い取られた生ける屍が放心状態で、神は愛ですよって、怖えみたいな、お前の愛心してお前みたいなのは遠慮させてって。俺が大阪で育ってよかったことは、おじいちゃんおばあちゃんが熱心な創価学会の信者で、座談会というのをやってて、もう線香の匂い、そしてみんな舐め方がいいけど、なん、息できへんやんけみたいな感じで、みんな集まってご本尊に手を合わせて祈ってるわけです。おばあちゃんもね、孫のことを思ってたからね、一緒に来なさいって言って創価学会の集会に連れて行かれた。前の方で丸坊主の坊さんが白い衣を着て200人ぐらいの人が集まって、はんやはんやばんはんやチェンはんやばんはんやチェンやってるわけですよ。正幸あそこ行って信じますって言うといでよなって、なんでやねん信じますって言ったらおもちゃ買うてる、境行っといでって、ほんまに買うてくれるの、行ってくれ、はんやばんチェンばんチェン信じたって待ちます。おばあちゃん言うたで、おもちゃはあかん、騙された。おもちゃの代わりに何くれたと思います、数珠くれました、なんやこれって次の日から仏壇めがけて祈る言うね。おばあちゃんちょっと待って、この仏壇ちっこいで、神様こんなちっこいとこおんの、俺見てたけど俺までちっこなってまうで、あんた何理屈言うてんねん、祈れ。だけどおばあちゃんこの仏壇真っ暗やんけ、見てるだけで暗なってまうで、祈れって言われるわけ、無理やり祈らされたの。でも当時行ったのがミッションスクールですよねえ。で創価学会の人たちってみんな一生懸命祈ってるんだから、終わったら人の悪口言い放題なんですよ。だから俺宗教のやつだって偽善者だと、あんだけ熱心に清く祈ってる割には後で人の悪口言いながら悪口オンパレードやってるわけですよ。で今度ミッションスクールに行ったらシスターたちなんですよ。みんなマリア様に憧れてシスターになったわけですよね。独身になって身を捧げて、
そしてその城西学園の入り口にマリア様像があって、イエスを抱きしめてるわけですよね。だみんなシスターはそれに憧れたんでしょうね。彼らは黒いベールに白い舞いかけみたいに振り子のように十字架がブランブランこう動いてるわけですよね。でも全然マリア様とは程遠い人たち、みんな鬼ババ悪いことしたら倉庫に監禁される、2時間俺は監禁されて、今だったら訴えることができるよ。俺が良かったのはあの西成で、なにわのブルックリン、ヤクザのエルサレムでね、下町で薬中ポン中アル中だけ見たんじゃない、もうね、よ捨て人の集まりね、だけじゃなくて宗教の矛盾を小さい頃から体験させてもらった。みんな理想と現実の狭間で一生懸命信仰をやってるけど、人の悪口言い放題ね、学校のシスターは結婚を神様に捧げた割にはヒステリックで、結婚してた方が良かったんじゃないのと言いたいけどね、言わないけど、そしてどれだけ俺を引っ叩いたか。だから俺は宗教の矛盾も小さい頃から体験したというのが良かったんですよ。神学校なんかに行かなくてもね、人生学の中で神様を教えてくれる。皆さんだってそうだよ、振り返ったらいろんなことを教えられるよ。そしてこの西成のね、この春日にいろんな人が食べに来てくる。つもりという商店街の入り口のポリスボックスのおまわりさんがざるそば食べに来てくれる。おばあちゃんが正幸出前持って行っといでって言われて、ポリスボックスに出前持っていくわけですね。おっちゃん親子丼できたでって持っていくわけ。そしたらこのおまわりさんたちが膝を折って、俺の視線で、まあちゃんええ子やな、おばあちゃんの手伝いしてんのか、鉄砲で遊びたいかってわけ。遊びたいです、ホルスターから本物のピストル抜いて弾取って俺に遊ばせてくれる。この日本中で西成つもりの商店街の入り口のおまわりさんしか絶対それさせてくれない。本物のピストルで遊んだんですよ俺、ポリスボックスで。まあちゃん、鎌崎ツアー行こうかって言って、そしてパトカーに後ろ乗せてくれて鎌崎ツアーしてくれるわけですよね。日本の警察官で、あの西成のあのつもりの商店街の入り口のポリスボックスのおまわりさんしかやらない。俺が小学校卒業するときにおまわりさんたちがみんな金出して俺に万年筆をプレゼントしてくれた。俺は絶対おまわりさんになろうと思いましたよ。ねえ、女の子はバスガイドになりたいという良き時代ですよ。今度はおまわりさんとまるっきり逆のヤクザのおじさんが捨ててこと腹巻きでアル中状態で爪楊枝くわえながらえって飲みに来るわけです。おばあちゃんがまさきあのおっちゃんにビールついて絶対お金もらえるからって言われて、おっちゃんビールどうぞ、まあちゃんええ子やな、1000円小遣いあげるわって間違って1万円くれて、酔っ払ってくれててありがとうみたいな。今度はねえ、おかまの春子ちゃんも来るわけですね。俺たちの時代はニューハーフとかゲイとかもそんなややこしい、ね、LGBT とかそういう言葉がなくて、オカマはオカマだったんだよ、分かりやすかったんだよ。今複雑で俺には分かりにくい、ね、男が女装して顔に動乱塗ってカツラかぶって着物着てあーんたってくるわけですよ。おばあちゃんなんであのオカマの春子ちゃん化粧の下にヒゲ履いてんのとかよく聞いたもんですよ。もっと分かんなかったのはオカマの春子ちゃんのボーイフレンドがつもりの商店街の入り口のポリブスボックスのおまわりさんだって聞いた時に何が何だか分かんなくなった。もう人間模様ですよ。大阪場所があると相撲取りが来て食べに来てくれる。俺は学校では全部通信簿1、俺の親父は見てお前全部1番かって喜んだ一瞬。違う、日本では5が1番なんだ、後で怒られたね。えあの一瞬だけ不思議な体験をしたけど、でもオール1だったけど、俺は学校の勉強は俺には落ち着いて学べなかった。人間にはね、やっぱりシーズンっていうものがあるんだよ。俺は今すげえドストエフスキーとか罪と罰とかカラマゾフの兄弟とかね、グビジンソーとかね、夏目漱石とかね、太宰治とかいろんな小説今読むのが大好きだけど、あの頃はそのレベルに至ってなかった。皆さん、全ての営みには時があるんですよ。つぼみが花開く時があるんですよ。小学校で俺は花開かなかった、花の穴は大きかったけど、でも後にね、だから一人一人学ぶ期間があるんですよ。でも俺は人間学をあの西成の
春日でさせてもらったわけですよね。いろんな人間がいる、まさに人間模様、深海魚たちの集まり西成は、ね、水族館に行かなくても春日はまさに深海魚の水族館、ね、そこで人間に触れるわけです。今日の聖書の箇所は罪人主税人たちが西成にいるような人たちが、ね、イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。そこに対するやつらがいた、ね、パリサイ人宗教家たちはそれを見て、ね、理屈を言った、つぶやいていった。そしてなんでこいつらはこいつらとこの人は一緒に食事するんだっていうところに頭にきた。なぜかと彼らは絶対食事しない。汚れる、汚れるやつと接してたら俺も汚れる、ね、こいつといると病気うつされる、こいつといるとこいつのような人間になる。西成はみんなどうしようもないやつたちの集まりだから心配しない。汚れが感染することを心配して、みんな汚れてるからこれ以上ね、汚れても何のね免疫力がある。罪人の方が、罪人じゃない潔癖症は免疫力がね、ね、罪人と食事しているのって考えられない。ここで食事しているというのがいい。なぜかというと俺が育ったところは食事どころで育ったから。でも聖書には食事って意味合いがある。イエスが十字架にかかる前、最後の晩餐で食事をした弟子たちと、ね、そしてパンを裂いてこれを食べろ、これから俺はお前らのために体が裂かれるんだと、イエスは自分のことを命のパンだと言ってまして、そしてこのブドウ酒を飲め、これからお前らの罪のため俺が流す血を象徴してるんだ。だからコミュニオン、聖餐式というのは食事なんですよ。それはどういう意味があるかというと、神と一つになるということです。だ聖書ところどころ読んだらね、あの伝道者の書の3章に、私は知った、人は生きている間喜び楽しむほか何の良いこともないことって、ことで喜び楽しむって漢字が出てくるから、気楽じゃんって、あの飲み屋じゃんと思ったわけですね。気楽、喜び、楽しむって聖書的な提灯だったわけですね。俺はクリスチャンじゃなかった時に、ね、喜び楽しむほか何の良いこともないこと、また人は、ね、生きている間食べたり飲んだりして、その労苦に、一日の労苦に幸せを見出すことも、これも神からの贈り物なんだと。食べたり飲んだりすることね、それも神からの贈り物だって。神は食べたり飲んだりすることを大切にしてるわけ。昨日、まあ、ここに来るたびに、ね、先生は、あーさあ先生、おいしいもの食べに行きましょうって言うんですよ ね, ね。そして寿司屋に入る前に、焼肉がいいですかって、もう寿司屋に入るんだから魚がいいですよって話なんだけど、で魚食べてる間にいい焼き鳥屋見つけた、どっちに行けばいいのみたいな。でもそこで食べながら、もう今度来た時に焼き鳥連れて行ってくれるって話してたわけ。でもやっぱり食べるとさ、人間って血糖値上がるじゃないですか。大体人間ってイライラしてる人ってね、ちゃんと食事してないんですよ、朝昼晩。だから血糖値が下がるとネガティブになるんですよ。脳の方も回転がね、薄くなるんですよ。イライラしてくるわけですよ。だから食事ってやっぱり大切なんですよね。ジーザスはその聖餐式の中でね、ね、パンを食べるということは、私を、食べ物だけお前の体の中に栄養素として受けるだけじゃなくて、私と一つになることだよって言ってんだよね。だからジーザスが俺たちの罪のために十字架の上で死んでよみがえるっていうことを、その聖餐式で予告編してるわけですよ。それ何かというと、俺はお前を許すよ、愛するよ、俺を裏切ってもということがあるわけです。だからこの上もなくイエスは弟子たちを最後まで愛したって書いてあります。その箇所に弟子たちはみんな裏切るんですよ。でもジーザスは最後まで愛するんですよ。俺を信じろという方は一人一人を信じ続けるんです。俺もそうですけど、
神様を信じなさいっていう人間は、信じなさいっていうやつを信じてあげなければここにギャップが出るわけです。でも人を信じるということは裏切られる可能性が十二分にあるということです。でもジーザスはその弟子たちを最後までこの上もなく愛した。立法学者はそれを見て信じられなかったわけです。罪人と一緒に食事をする、考えられない。覚えてますか、ペテロがイエスを知らないって3回裏切って、彼は漁師になった。で漁師になって魚を取ろうとしたけど一匹も取れなかった、途方に暮れてた。よみがえられたイエス様が深みにこぎ出して網を下ろせと、もうちょっと右側の方に下ろせ、そしたら大量の魚が取れて、そういえばペテロが一番最初にジーザスに従う決心した時も深みにこぎ出して網を下ろせと言われた。一晩中魚を取ってたけど取れないのに、この大工さんはプロの漁師にもうちょっと深みにこぎ出して網を下ろせという、この人は何者だと。彼もまだジーザスを半信半疑で信じている、まだメシアなのかはっきりわからない、そういう過程の中でジーザスを信奉してついていった人ですよね。でも彼はやる気なかったけど、下ろしたら魚はやる気満々で網にバン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 入ってきて、2艘の船が沈みそうになった。皆さんそうなんですよ、網を下ろしたら魚の方が喜んで入ってくるんです。俺はこっから今の時代、ジーザスはネットを下ろせと、網のことをネットと言うからね、ネットの網を下ろせって3年前から下ろし始めたら、半端じゃない人が救われ始めた。十字架行進、この前も奈良歩いたら13日で15名がイエスキリストを信じた。皆さん求めている人がいるんですよ、ね、でも求めている人には伝える人が必要なんですよ。教会が全世界に出て行って福音を伝えるということを従うようになったら教会は元気になります。元気じゃない教会が多いのは外に出て行ってないからです。ここの教会ね、え生命線は先生が出て行ってんですよ。出て行っていろんなおじいちゃんおばあちゃんを、ね、500円コインタクシーに乗せたり、出て行って地域の人たちがこの教会に来れるように、自分の放蕩息子だった時の体験をジーザスの恵みによって変えて、その、ね、毒を肥やしにしながら、彼は教会がもっといろんな人たちにね活用されるように、水曜日の祈祷会、日曜日の礼拝だけが教会じゃないんだと、ずっと部屋は空いてんだと、どうここを埋めていくのかっていうのを絶えず考え、外の人がいかに入ってこれるか、出て行ってるんですよ。ジーザスは全世界に出て行って福音を述べ伝えろ、おっしゃった方が神の権威の王座に座してるんじゃなくて、全世界に出て行けという方が全世界に出てきてくださったでしょ。この地上に神が人となって来てくださったでしょ。しかも自らを生贄として、俺らの罪を贖うために捧げ物としてこの地上に来てくれたわけですよね。その存在がこのジーザスとつながる俺らに、お前も全世界に出て行ってこの福音を述べ伝えろって言ってるんですよ。時が良くても悪くてもしっかりやれと言ってるんですよ。コロナであろうがなかろうが、この福音にはマスクはいらないんですよ。この福音は命を感染する、病原菌を感染しません。神様は聖霊をもって人々を導こうとしてるんです。この終わりの時代に、これから教会が成長するかしないかは、伝道するか伝道しないかではっきり決まってきます。コロナ対策の時にビビって、そして教会に引きこもってた先生や教会は目覚めるべきです。なぜかというと、そのある意味で不信仰さがこれからの伝道活動に響いてくる。だから映像を見て、他の教会の牧師よく聞け、言っちゃったよまた。全世界に出て行って福音を伝えろって言ってるんですよ。スマコ先生も伝道が大好きなんですよ。伝道で教会が始まったんですよ。それバトン達した息子もね、その伝道のスピリットあるんです。
俺がこの泉大津の前で路傍伝道やった時にみんな手伝いに来てくれましたよ。覚えてますよ。もう30年近く前。そしてその路傍伝道もね続けられて、絶対に無駄にならないんです。神さんその働きを見て人を導いてくるんですよ。教会に時が良くても悪くてもしっかりなさい、やりなさい。緊急事態宣言の上に行くのが大宣教命令なんですよ。王の主、この方の命令、その命令を与えてくださった方が自らこの地上に俺らに寄り添うために、俺らの罪を贖うために十字架にかかって死んで蘇ってくださったわけですよ。そのジーザスが、ジーザスを裏切ったペテロのところに来て網を下ろせって言って、網を下ろしたらまた大量の魚が取れた。イエス様だと思い出して、自分なんかもう顔合わせる資格はないと思ってたら、ね、ペテロは服着たまんま海に飛び込んで、岸辺までたどり着いたらジーザスが食事を用意してた。パンと魚を焼いて、ペテロ食事しようって言ったんです。もうお前それ以上自分を責めるな。人間は罪を犯してしまうと自分を責めます。また罪を犯した人も責めてきます。罪性感、罪悪感に悩みます。心が当然カオスになります。でも十字架を見上げることです。あの十字架にあなたの過去の罪、現在の罪、未来の罪、その罪のためにイエス・キリストは自らの体を犠牲にして死んでよみがえってくださった。だから罪に傷ついた時に十字架を見上げるべきです。聖餐式は命のパンなる方が、また私たちの罪のために十字架で血を流してくださった方が心の中に生きてくださって、あなたを罪から解放し、あなたの混沌とした罪がもたらす結果し、闇に光をもたらし、秩序をもたらし、シャローム、平安をもたらし、回復をもたらす。私が来たのはあなた方が命を得それを豊かに持つためですという方は、あなたに豊かな命を与えたいんですよ。詩編の歌人も歌ってます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主が私の羊飼いなら私は乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。そしてここです。あなた私の敵の前で、あなた私の敵の前で食事を整えてくださいます。私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。ここも食卓です。敵の前で食卓、神の臨在、聖霊の臨在、そして豊かな命がそこにある。私はあなたと共におられるという方が食卓にあなたと共にいるときに、あなたは敵にビビることがない。詩編の歌人ダビデは、主の慈しみと憐れみがいつまでも私を追ってくるでしょう。私はいつまでもいつまでもあなたの家、ベテル、主の家に住まいましょう。主の家、食卓のある場所、ね、ここに神の臨在がある。だから死聖所に、神殿の死聖所に入ったらテーブルがあるんですよ。食台があるんですよ。それを俺らが神のもとに帰った時に、大きな晩餐、食卓のテーブルにつくっていうことがあるっていうことです。だから皆さん、俺あの西成の春日のレストランで育ったのは良かったんですよ。罪人たちがみんな食事し、そして流しがやってきて歌を歌う。そして当時はカラオケがない。みんな歌詞の書いたこの小冊子の本を開いては、美空ひばりを歌ったり村田秀夫を歌ってたわけです。もう教会状態です。賛美はある、流しは来て、スペシャルソングがある。そしてみんな食べて飲んで、一日の労苦をね、みんなと兄弟が共に和合している。なんという喜び、なんという幸い。神様はそういう交わりを喜ばれるんです。ただ食べ物を食べるだけじゃなくて、そこにこの食べ物を創造してくださった神様、創造された俺らがそこで食べながらお互いの徳を高め合う、これこそまさに教会の本質ですよね。
ジーザスはそれを実践して彼らに体験させた。立法学者はそれを偏見の目で持った。だからジーザスはその後に羊飼いと羊の話をした。100匹の羊がいて1匹が回ったら、本物の羊飼いはこの99を安全な場所に置いて、その1匹が見つかるまで探し求めないですかって、自らが羊飼いだから、失われたこの罪人が迷ってんのをそのままにしておけるか、彼らが救われるまで俺は探し求めるよって言ってんですよ。これは皮肉な意味で立法学者に語ってんですよ。そしてその羊飼い見つけたら肩に背負って喜びながら帰ってきて、みんな一緒に楽しもうと、ね、喜んでくださいと、祝宴を設けようと、ね、その喜び天では、ね、正しい99人の喜びに勝る喜びが天にある。こういう話をジーザスしたわけです。ジーザスは今日あなた一人一人のそばにいます。羊と羊飼いの関係、良き羊飼いは羊のために命を捨てます。雇い人の羊飼いは逃げ出します。ジーザスはあなたの羊飼いなんです。あなたを緑の牧場に伏させてくださるんです。憩いの水のほどに伴ってくださるんです。あなたの魂を生き返らせてくれるんです。義の道に導いてくださるんです。憐れみと慈しみの道へと導いてくださるんです。今日この中でまだ羊飼いになるイエス・キリストを知らない方、今日が救いの日です。今が恵みの時です。あなたは偶然にこの場所にいるんじゃなくて、節によってこの場所にいるんです。神あなたを導いてるんです。明日あるかないかわからない、今 right now この瞬間があなたが変えられる瞬間です。心が変われば態度が変わります。態度が変われば行動変わります。行動変われば習慣変わります。習慣変われば人格変わります。人格変われば運命変わり、運命変われば人生変わります。誰でもどんな人でもイエス・キリストの愛のうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古いどうしようもないカオスを持って自分は過ぎ去り、見よ全てが新しくなった。今日あなたに豊かな命、永遠の命、罪の許し、天国の保証、それをイエスは与えてくださるためにあなたの心の扉を叩いている。あとは心を開いてイエス・キリストを心の中に入ってくださいと祈ればいいだけです。求めをそうせば与えられる。僕がこの教会に30年呼ばれてるのは、先代の先生から俺が伝道者でジーザスのことをストレートに直球で語ることを知ってるから呼ばれてるんです。でこの教会に来たら俺は直球で勝負しないと後で何言われるかわからないからね。でもそれによって救われていく人たちは大勢です。ですから今日皆さん、宗教じゃないんです。ジーザスは宗教じゃないんです。宗教の上にいる方です。神は天地万物を俺らを作ったけど、人間は宗教を作ってしまったんです。宗教という枠の中に神や仏を閉じ込めてるだけの話です。その上に神はいるんです。ジョン・レノンが歌ってます。イマジン、思い描いてみれば、国境のない世界を、宗教のない世界を。宗教は宗教戦争を起こします。クリスチャニティというのは宗教じゃないんです。あなたと神のリレーションなんです。リリジョンじゃないんです。リリジョンは自分の力で神様に受け入れられようとする頑張り、行い、努力、熱心な人はその宗教の名前で救われるかもしれない。でも頑張れば頑張るほど自分は頑張れないことに気づくときに、ジーザスは頑張れない僕たちの傍らに、大丈夫だよそんなに頑張らなくても、俺が全部お前のために十字架で頑張ったから、それを受け入ればいいんだよって、お前は許されてるよ、愛されてるよ、神は遠くにないよ、お前の心の中にいるよ、いや逆にお前こそ神のチャペルで、私がお前のハートの中に生きること、これが教会の意味だよって、私はお前と共にいる。イエス様、どうぞ心の中に入ってください。あなたを信じます。今日あなたも求めるなら、ジーザスはあなたの心の中に入ってきてくださいます。ジーザスとリレーションシップを持ってください。あなたが神を愛したからじゃない、神はあなたを愛しているんです。そしてあなたの罪のなだめの供え物としての自らの命、イエス・キリストを十字架の上で捧げてくださって、死んでよみがえってくださって。最後に一言お祈りします。
どうぞ頭を垂れてまぶたを閉じながら、今日のメッセージを聞かれた方、今日あなたがこの場所にいるのは偶然じゃなくて摂理です。自分で来たというよりも誰かが背後でスピリットを後押ししてくれてここにいると思います。チャンスです。そして今日日本の中でもこれほどストレートに語る牧師はなかなかいないと思います。ジーザス、あなたの心の扉を叩いてます。条件をつけません。へりくだって悔い改めるならばと聖書にありましたけど、悔い改めとは方向転換という意味です。英語で言うとチェンジオブディレクションです。罪人である自分を認め、そしてその生き方からジーザスに顔を向け、この方と共に手をつないで歩むことを意味します。この良き羊飼いはあなたを憐れみと慈しみの義の道へと導いてくださるとあります。ぜひ心を開いてジーザスをハートの中に歓迎する日にしましょう。今日のメッセージを聞きながら、私はジーザスを信じているクリスチャンですけど、どっかで中途半端でした。今日もう一度ジーザスの愛に、初めの愛に立ち返って交わりの回復を求めます。私もジーザスの愛を、イエスキリストの愛を伝える証人になっていきたいと思いますという方は手を挙げて見せてあげますか。エメン、エメン、エメン、エメン。今日のメッセージながら、イエス様、あなたが自分の心の中にいるかいないかまだ分かりません。頭では分かってるんだけど、心にいるかいないか分かりません。でも今日ジーザスは心の扉を叩いてくださっている。あなたを心の中に歓迎してするなら、心の中に入ってきてください。クリスチャンとはキリストを受け入れるものならば、私も今日心を開いてこの命のパン、豊かな命の源、この魂のロッカー、ジーザスを私もハートの中に迎え入れたいと思いますという方は手を挙げて見せてあげますか。エメン、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 エメン。ジーザス、私はあなたを信じてます。信じていこうと思います。でもまだ洗礼受けてませんでした。前の目とか声が気になってました。でもジーザスは堂々と十字架の上で私の罪のために恥も外見もさらけ出して、私のために十字架にかかってくださった。なんてもったいない感謝なことだろう。私もイエス様、あなたを信じている証として今まで考えてなかった、躊躇していた洗礼の決心、私も洗礼バプテスマを受けて成長していくクリスチャンになりたいと思いますという方、堂々と手を挙げて見せます。エーメン、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 エーメン。主よ、ここに私がおります。どうぞこの私を使わせてください。この教会を通して、また自分の置かれた場所を通して、イエスの愛を、生き様を通して、罪深い人間ですけどイエス様の憐れみと恵みの中で生きて、そしてジーザスの愛を私も実践し、生き方で言葉で伝えていきたいと思います。私をあなたの献身者として用いてくださいという方、手を挙げてみせてください。エーメン。じゃあ手を挙げた方、また挙げなかったけどそういう思いのある方、全員立ち上がってお祈りしましょう。最後に先生に来て一緒に皆を代表して祈ってもらいたいと思いますけど、このお祈りはまず心の中にジーザスを、イエスキリストを迎え入れる祈りです。初めての方はかみしめながら、確信ない方は確信持つために、すでにイエスキリストを信じた方は新しく祈る人を励ます意味において一緒に声を出して祈りましょう。心の中にイエスキリストを迎え入れる、ジーザスを歓迎する、その祈りです。あなたがクリスチャンになる祈りです。心開き祈り一緒にしましょう。イエス様、私は罪人です。あなたから背を向けて自分中心に人生を歩んでいました。このような私のためにあなたが十字架の上で死なれ、葬られ、三日目によみがえってくださったことをありがとうございます。どうぞ今私の心の中にお入りください。あなたを受け入れます。あなたを信じます。この祈りに応えて、イエス・キリストが、ジーザスがハートの中に入ってきてくれて、クリスチャンになれてありがとうございます。アーメン。
どうぞ一人一人。